そう、私ね、聞きたかったことがあって、はいはい、もし子供がいたら、医者になることをお勧めしますか？まあ医者は別にいい仕事ですよ、単純にやっぱこうやりがいがあるし、医者会としてこうスリリングな毎日を送ることもできるし、世界を目指すこともできるし、もう可能性が無限にあるんで。なるほど。そう、別に医者って仕事が特別なわけじゃなくて、医者はただのライセンスであって、そこから先生きるから、まあどう生きるかってことはまだ選べるんで、医者だからどうって話じゃなくて、医師免許は取ってきなさいよって気はする。なるほど、子供が医者になりたいって言ったら、いいんじゃない、いいんじゃない、やりなよって、やってみろよって。なるほど。私結構行ってた高校が、はいはい、結構医学部志望の女子が多くて、両親医者ですとか、病院経営してますみたいな人が多くて、結構親に言われたから医者になるみたいな、目指してるみたいな子が多かったんで、あ、そういうもんなんだなっていう。でもね、そういう子だってやっぱりどっちかだったら恥ずかしいから親に言われたからとか透かしたこと言ってるけど、はい、多分内心やっぱ医者かっこいいなって絶対思ってますよ。そうなんだ、向こうで子供の頃そうでしたもん、向こうそうなんだ、その意味聞きたい。医学部志望だったけど、だからまあなんか、もう親父が医者になれって言うからさみたいなことを言ったりしてましたけどそう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 言うよね、そうなの、そうなの、言う言う、医者の子供あるある、これはそれで周りはね、親が医者の人をマジで羨ましいって俺ら本当思ってるんですよ。やっぱそうなの、思いますよね、それはね。そう、資金力が全然違いますもん。あれでしょ、医学部に入りやすい人なんかブラック編でしょ。そう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 そのメイクの動画で言うとね、そう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 、医者、親が医者の方がいいに決まってんじゃないですか。まあね、圧倒的有利、そうね、言えないから、いや別に医者とかなりたくないんだけどさみたいな、うん、親父は医者になれって、うち開業医だからさみたいな、ね、そのうち後つかなきゃいけないみたいなって言うんだけど本当はやっぱり内心やっぱね、その医者がかっこいいじゃんちょっと思ってるわけですよ。そうそう、まあそれはもうね、漫画の中の世界だったりとか、ドラマの世界しか知らないわけだけど、それでもたまにこうね、白衣着てるって父親の姿とか見てると、なかなかかっこいいじゃないっては思ってましたよね。なるほど、そうそう、なんか自分、子供はともかく、なんか親がすっごい熱心に、そういう子もいるみたいですね。でもね、医者にならすためにはどんだけでもお金積みますみたいな親いるじゃないですか。回収できますからね、医者になっちゃえば。回収できます、できます、できます、医学部受験の塾って結構法外だったりするじゃない。1000万とかでもっと上がりますから ね話にならないよね、1000万って、まあ、それでも回収できちゃうんですよねっていうことだね。だから親も勧めるんだろうなっていうのを、まあね、まあ、親も大人になってから分かりました。自分が安心して死ねるからね、子供が一緒になってくれればね。だって3000万かかったとしても、3000万のワンルームマンションとか買うよりも利回りいいですからね。そうだね、利回りいいよね回収率のレベルが違いますからね。最強の投資商品だよね。そう、子供に投資するのが一番だって、まあ相続まで考えれば、確かにね、まあ、お金積めば、まあ、頑張れば私立の医学部とか、まあ、ある程度は、ね、どうなんだろうね、それもね、わかんないけど、今医学部人気も高いですからね。まあもう幼少期からちゃんとトレーニング積まされてれば、まあ当たりますけどね、まあ、普通にいけると思う。どうなんだろう、剣道だとそうですけどね、もう5歳からやってれば強いに決まってますよね、それずっと続けてれば。だからその結局早いもん勝ちやったら。なるほどね、確かに確かに。なんか逆にこう教育をしすぎると、その自分から学びたいみたいな気持ちって、逆に失ったりするパターンもあるじゃないですか。その辺どうなんですか、塾の先生として。いらないと思います、学び失ってそうなんです。だって受かりゃいいわけじゃないですか。まあ結果ね、別にその研究者になるわけじゃないんで、新しいものを発見する必要もないし、まず医学部に入るとかもんだからね。あれはだから受験勉強って勉強じゃないんですよ。だって既存のものをただ頭にしまい込むだけの作業なんで、これ答えを書いてるから、そうなんです、答えを覚えてるだけなんです。なんかあれって思考能力試されてるように感じるけど、あれはただ自分の中にレパートリーを入れて、ただそれとちょっと違うものを似たような回答を書いてるだけなんで、だからあれは勉強じゃないですよね、本当の。なるほどね、自分が何かになりたいとかではないんで、まあ、確かに試験範囲も決まってるわけだし、試験の日も決まってるわけだから、そこに向けて詰め込むだけなんで、確かに、ね、まあ、まさにその通りですね。なるほどね。そうだから、まあその単純に計画性とかが大事なので、まあ計画性言えるね、はい、確かに計画性だね。計画性も結局塾部とかがやってくれたら勝手に管理してくれるじゃないですか、ぶっちゃけ。まあね、そこはやっぱそこは 親がどんだけ資金力を持ってるかにやっぱどうしてもかかってきちゃう。まあ、そうですね。けど結局、まあ、その主体的なっていうか、その第三者から管理されるものと、やっぱ自分から進んで自分を管理しに行くって全然管理の質が違うんですよ。人から無理やりやらされるのか、自分から好んで、その自分にどんどん厳しい環境を、まあ、その自分にあえて強いていくのかっていうのとは全然その結果、要はその出てくる結果が違うんですよね。だからうちの塾ではもちろん最初はやっぱりどうしても個別なんで、まあ、どうしてもね、そんなあんまりねできない子が多いんですけど、最初は立ててあげる、
で立て方を要するにパターン認識させて自分でやらせていく。そうすると自分でその、まあ、描いた絵が描いた塗り絵が綺麗に塗れるってことに関してやっぱ快感になってくるわけですよ。これちっちゃな成功体験なんです。なるほどね。そういうことをしてあげると要は幼少期にそれを積まされてれば自分でできるんですよ、うん、確かに確かに。親によって要するに親がこれやってみなさい、うん、わあできたねすごいねっていう経験がないからできないんですよ。なるほどね。それを要は塾に入れてやってあげるっていうだけなんですね、うん。私は逆なんですよ、お二人とは多分、はいはい、私全然親は教育熱とか一切ないし、はい、周り全然勉強もしてないし、はいはい、大学行ってる親戚とかもいないんですよ。でもこういう人いるじゃないですか、やっぱこうちゃんと親からきちっと教育をされてた人は抜けないんですよ、勉強で抜けと追い抜きたいし、はいはいはい、数学とかでも勝ちたいけど、はいはいはい、やっぱそのなんでこの人ってこんなすごい点数取れるんだろうと思ってめっちゃ高校の頃とか悔しくて、あの結局親の金じゃんみたいな感じでめっちゃ悔しかったんですよ。高校の時からそんなこと思ってた。めっちゃ思ってた。中学ぐらいからめっちゃ切れてた、でもその人だって言って中学の時優秀でも、うんうん、高校になったら成績落ちるんですよ。こうやってなんか抜く時もあるんですよ。僕も高校のこと今度って成績落ちましたよ、そういえば。でもそこの一回落ちるんですけど、うん、その人たちって でもその基礎ができてるから、うん、ちょっと頑張ればポンと入るんですよ。多分それは僕同じ。それあれ超ずるいと思う。そのパターン超ムカつく本当に。それこそ積み重ねなんでしょうね、うん、子供の頃からね基礎体力みたいなのがちゃんとあるから。うん、そうそう。でも私思うんですけど、まあ、親のスパルタ教育で、まあ、一回ガーって頑張りました。で休憩しました。で受験するときはパッて、まあ、ちゃんと入りました、はい、でそこからさらにそこに止まらずちゃんとずっと上を目指し続けれる力ってすごいなと思うんですけど、どっから来るんですかそれは。それ何それどうしたらいいの。上を目指してないですけど私結構疲れてるんですよ。人生に疲れてきたんでちょっともっとそう、そういう先生のメンタル力っていうかその上を目指す力ね、それはもうね、うん、すごいよね。やっぱすごいすごい、うん、いやそうですね。ここでいいかなって思っちゃう。まあ人間はね、それはね。なんていうんですか、だって人生って暇すぎませんか。まあまあ本当に暇だと思うんですよ。だってさっきからさ、整形ゴルゴ線がとか言ってるけど暇だからそう考えるんですよね。違うわ。暇じゃなきゃ俺自分のゴルゴ線を見る機会にはないね。死にそうだったら絶対ゴルゴ線気にしないもんね。そうそうそう、病にしてって言ったらみんな自分の顔気にされてますけど、暇だから気になるんですよ。そうね。あ、まあそれはそう、それはもうだって俺朝からあのこの時間まで多分顔見てないですもん自分の。そう、さっきねちょっと髪型整えようかなぐらいにそうねぐらいですね。だから自分の顔なんか見てる暇ないんですよ、うん、だって他のことはいろいろ考えてるから、うん、何考えてるの。だから次何しようかな、同時に 何個並列でものできるかなってずっと考えてるんですよね、うん、だからそういうことなんですよね。暇だとまあ余計なこと考えちゃうと思うんですけど、うん、別に暇が好きだったらいいんですけど、俺は単純に暇が嫌いなだけです、うん、だから暇な時間をじゃあ何に使うかっていう話で全然なるほどって思ってない。いやそうだから自分の顔を良くすることに使うのもよし、まあ、自分の目標に向かって何かしら考えていくのがいいと。そうですそうです。だからまあその周りから見ると俺がすごい頑張ってるように見えると思うんですけど、俺は別に頑張ってないですよっていうことです。頑張ってる感はないけど、なんか必死感ではないじゃないですか。必死感っていうかね、ことあるんですか。確かにマルチタスクがすごいんですよ。そうそう、同時にいろんなことがガッとできちゃうんですよね。ガツガツはしないんだけど、なんだかんだガツガツしてるっていうか。見た目の問題じゃない？でも結構お金のことめっちゃ YouTube で他のコラボとかでめっちゃ言うから多分ガツガツしてるように見えるんじゃない？全くしないよね。完全にどうでもよくないですか？うん、これ本当に金の話もしないし、ブランド物の話もしないし、うん、まして女の話なんかしないし、うん、シューズ話もしない。シューズばっかりしてる。これどう思う？これどう思う？そんな話ばっかり。でもすごい逆だと思うよ、その世間のイメージ。見た目の問題じゃんだから、2回目だけどさ。だって俺なんかよりもっとキラキラしてる美容外科いっぱいいるじゃん。むしろ知らんし、美容外科この辺しか知らんから。むしろ小汚い美容外科だと。かなり小汚いです。毎日同じ服着てさ。おしゃれなの、じゃあ、この字もね。洗濯してますよ。美容外科医の中でもね、モーニングルーティーンとかやっちゃう人いるじゃないですか。あー、ね、モーニングルーティーンね。そう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 。モーニングルーティーンやるのいいじゃん。絶対バズるよ。私のチャンネル流したら絶対バズる。我々ボロボロで現れて、なんかサプリメント飲まされてる感じだよ、ね、だって起きて5分で家出てるんですよ。もうルーティーンがないですよ。シャワーとかも5分以内で絶対浴びきるって決めてますからね。決めてるんだ。5分かかんなくないですか、普通に。俺はね、湯船に浸かるの好きなおじさん。いいちゃんと浸かれてる。いいじゃん。この湯船はとかは本当使ったことないぐらいです。使ったことない。疲れ取れるよ。疲れないもん。なんで
極真の稽古とか行って、うん、その体力的にその乳酸値がたまるっていう感じで疲れるっていうのはあるんですけど、パラメータだ。そう、手術って要はそういうのは使わないんですよね。あ、そうなんだ。だって頭だから。そうね、だって手はこんだけしか動くじゃない。裁縫でなんかね、はいはいはい、マラソン一周分あるかってなったら絶対ないですよね。だから裁縫してるのと似てるんで。いや、そうなんだ。液晶見てたら疲れる。まあそれはあのかなり乳酸じゃないよね。え、乳酸じゃないの。あ、乳酸ですか。乳酸です。乳酸。乳酸。しかも今胸刺しながら乳酸取りたい。どこが違う。何どう違う。いいか。乳酸が溜まるって知ってますか。大丈夫ですか。知ってます。乳酸。最近ちょっとパーソナルトレーニング始めて。そう。この男すごいね。手術が終わって、この声とか仕事とか終わって、深夜からパーソナル行ってる。へぇ、無尽蔵の一からもう足腰作るって。ジム。あ、ジムじゃないです。極真の黒帯の先輩に。はいはいはい。もう一回一から稽古つけてもらって、そ う, う, そう、もう一回体力一から作って。ちょっと俺まだ、うん、実は黒帯持ってないんで、それちょっと取らなきゃなと思って。まあもう年だもんね。いや、もうそうなんですよ。そろそろ体力作りしなきゃ。でもみんな結局体力、前田先生とか見ててもみんな最後筋トレなんですよ。そうなんだよね。そう、みんな周りの人みんな、マラソンしてる。そう、そう、それが大体多分37、8ぐらいからなんか起きるんですよ、その現象が。なんかいきなりみんな体のこと心配しちゃって、ちょっとガタが来るんですよ、絶対。いや、多分絶対そうだと思います。なんかこのままだと死ぬんじゃないかみたいな。病気になるんじゃないかとかね。必ず、だって40過ぎると何かしらみんな趣味、男性が多いじゃない。男性が多いと思います。だって女性は子育てしてるから働く。そうだね。女性はさ、30で決まるのよ。なんかこう仕事だけじゃダメだって思うから。ああ、10年後なんだ。そう、はいはいはい、違うと思う。え、でもあと7年もあるじゃん。7年長くない？長い。まだ全然もう未知じゃん、うん、そう、だから別にさ、だってもう結構やることほとんどやりましたよね、だからね。だから別に、まあ明日死んでも別に全然効果はないですよね。あ、もう OK なんだ。全然もういいじゃないですか。だってね、こんないい仲間たちと仕事できて。あ、そう、仲間はめちゃくちゃ大事、今更だけど。そう、仲間のために頑張れるから僕はここに来たの。そう、ところで話変わるけど、ナコさん友達いるんですか。友達がいます。あ、いるんです。なんかなんかすごい感じないの。確かに、友達感感じないですよね。生活感ないでしょ。いや、なんかつるんでる感じがしない。つらいよね。あ、あんまそういうのないかも。今度は友達連れてきたらどうかしら。なんていうの、どっちでも私の友達ってだから同じ大学とかそんなのないよ、全然。あ、大学行ってないとかこんな子も全然、もう関係ない子の人ってことかね。うん、はいはいはい。だから難しい話したくないもん、友達と。いや、だからすごい多分仕事の話でも多分視聴者さんから好感度が高いっていうか。あ、なるほどね。何かに属さないっていうか、女子って絶対なんかつるまないと物決められなかったりとか、そういうのもあるじゃないですか。られる。なんかこう二人でなんか、わかるわかる。まあなんか仕事の愚痴言い合いたいとか、うん、なんかそうじゃなくて、なんか全部このカメラに言ってますよね。確かにね。そう、だから視聴者さんがみんな友達だと思うんだ。ああ、なるほどね。そう、と思うんですよね。ああ、なるほど。だからその本気のアドバイスをもらえるっていうか、だからそのアンチも湧くし。しかも DM をしてくるんだ。私のこと聞いて分かってくれるって言って DM してくる。そうそうそう、だからガチなんですよね、向こうの視聴者さんからすると。いや、私もガチってちゃんと返してるから。いや、そうそう、あなたのカウンセリングの文句をちゃんと受け付けてますから。いや、だからそこはすごい。こう言ってるけど、多分こういうふうに考えててこう言ってると思うよっていう、ちゃんとフォローしてるから。週末梅子じゃなくて、あなたの友達梅子なわけよね。そうそう、本当はね、チャンネルはね、本当そうだと思います。だから YouTuber さんがうまいのはそういうとこだと思うんですよね。ああ、確かに。そう、だからそのファンが100万人とかいる YouTuber さんって本当視聴者さんを本当にもう身近に自分の友達かのように接するっていう。確かに確かに確かに。だからその毎日会いたくなるし見たくなるし。確かに、何度見ちゃうんだから。そう、あれを主張するっていうのは結局ホストに通ってるのとかキャバクラに通ってるの一緒ですから。だって会いたい。だからそれはだからファンをちゃんと獲得してるっていうことなんで、それがアンチコメントだろうが、まあそれは一緒。ファンとか言えるわけだよね。そう、自分で巻いた種。これはね、正解です。そう、だからアンチコメントについて文句を言っちゃいけないですよね。そうだね。だって自分でもあるじゃない。アンチコメントが来るような仕様に仕上げてるわけですよ。確かに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 。そうだ。それはそうだ。面白い。面白い。こいつ。先生ちゃんね、面白い。え、でも、そういう先生は、わざと、その、俺ちょっとかっこいいぜ、みたいな、こう、若干こう、患者を恋させるような仕様にしてるじゃないですか。どうなんですか。どうかと思いますよ。いやー、なんか、どうだね。それは何なの、どうかと思う、逆に。じゃあ言わせてもらいますけど、はいはい、恋させる仕様になってるんですか。要は接客業じゃないですか、言うてもカウンセリングは。いや、けどね、結構俺の接客業冷たいよ、うん、いやー、それもさらにブランディングだと私は思ってる。いや、だからそうなんだ、好きカウンセリングはもうただのもうホスト。もうそんなこと言ったらね、前田先生のカウンセリング受けてみ。
どんな感じなんですか？ 100% 好きになるよね。え、そうなの？男でも好きになる。前出してるとドキドキ受けてみる。何この人まつげ綺麗みたいな。そう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 、まつげめっちゃ上向いてる。ちょっとここ見て。ちょっと近いですよね。そうそう、近い。距離が近い。そう、吐息がかかるみたいな。そう、俺の ATP みたいな。やばー。いや、もう全然そんなの比べ物なんないから。これ怒られるぞ、またちょっと。ダメ。いや、それはね、本当前田先生狙ってるんじゃなくて、本当に相手を思ってる。あ、でもそんな感じがする。確かにね。そうなんですよ。で、俺はどっちかっていうと無機質な感じが好きなんですよ、個人的には。相手に、そう、あ、なんでですか、一定の距離を置いて相手にそこまで興味を抱かないっていうスタイルの方が、そうなんですか、ぶっちゃけたことが言えるですよね。本当に相手のことを大切に思ったらそれ変だよって言えない。まあね、そう、例えばなんか前書かれてたのが、ドリフトで行ったのに鼻って言われてめっちゃショックを受けました、ね、それ書かれてた。そう、見た書かれた。どこに書かれてた？何回書かれてました？ツイッターなんだよ。え、みたいな感じですね、こっちからしたら。まあね、そう、しかもいきなり俺が鼻が変だよって言うわけないんですよ。だから、鼻変だよみたいなね、言うわけないじゃないですか。だから、それは何かしらのやり取りがあっての、多分だと思うんですけど、その都合が悪いとこを切り取られちゃうじゃないですか。だから、それはまあ分からないですよね。だから、もう全員同じ対応にするっていうのを俺は決めてます。もう全員同じ対応。だから、別に、例えば可愛い患者さんだろうが、若い患者さんだろうが、年取ってるようが、もう俺は思ったこと言いますよと。もう、だから言われるつもりで来てください。まあね。そっちの方が俺は、そっちは本当に別にいいと思うけどね。でもそれはね、梅木さんは多分理系の人間だからなんです。だからさっきの話と同じように、女性はやっぱね、答えを求めてないところは確かにあるんですよね。そう、例えばやらなくていいって言われに来てる人もいるんじゃないかなと思う。いるマジ、うん、あとやっぱ背中を押してほしい人もいるよね。そう、うん、だから背中も押さない。そう、それはそう、背中を押した方がいい。それってクロージングになっちゃうんで。そうね、なるほど。そう、だからそれは先生がやれって言ったからやったっていうことになっちゃうじゃないですか。ああ、確かにそうですね。そう、だからそれは、いや、自分の顔なんだから自分で決めなさいっていうのが、まあ当たり前ですけど、まあそれ受験指導においても同じですよね。この大学受けなさい、受けたらいいよとは言うけれども、受けなさいとは言わないわけですね。金払うのはあなただし、最終的に自分が行きたいかどうかっていうのは自分で決めることっていう。そう、我々確かにこの人は絶対やった方がいいよって言い方は絶対しないから、それは。わかりました。私はゴルゴ戦がマジで気になってるんだけど、話じゃあそれはヒアロン酸っていう回でいいですか？まあ、もう散々気にしないでいいよとか言われましたけど、私はゴルゴ戦を解決したいんですよ。いや、ほうれい戦じゃないですか。話が一緒ですか。ちょっと待って、ちょっと待って、ここじゃない、ここ。言われるまで分かんなかったけどな。ちゃんと動画見て、私のは。もう、ほうれい戦なくなるまで帰れまてんってやつやるから。死ぬ気で、そう50万ぐらい用意して、ヒエロどこ入れて何本まで入れるのかみたいな。めちゃくちゃ面白い。企画としては面白い。いや、あんたらおもろいだけやって。医者会って言うから。医者界隈がおもろい枠だけやって、それ。いやいや、まあ、全然なくさなくていいと思いますよっていうのが個人的な。まあ、ヒエロなんて生殖でいいかもしれない。お水をどんどん入れて。あ、確かに。水入れていくの面白いかもしれない。水だったら別に。だって一瞬膨らむじゃないですか。そうそうそう。それどうなるかって実験する。へぇ、あ、いいかも。ちょっと体張ってるけどね。あ、全然いい。ほうれい線なくなくしてみたいな。え、それでシミュレーションできるってことだよね。まあ、できるっちゃできる。そうですね。うん、2日間ぐらいむくんでる。むくんでるだけ。あとは水がたぶんだんだん垂れてきてこんな顔になると思うけど。大丈夫、大丈夫。乳房とかもなんか静止とかバンバン入れまくってさ、なんか K カップにしてみたみたいな。私ね。どうなるんですかね。じゃあ、なんか今日はね、メディケイトの宣伝までしていただいて。これすごかったね。でも結構その塾の理念面白かった。なるほどねって感じ。そう、マッチングの話ですね。あんまりその教育の質にはどうや、またその二の次なの教育の質、まあ、正直なところそのやることって決まっちゃってるんで、うん、だからそれをどう教えるかとかって別にそんなに大差ないんですよ、うんうん、なるほどね、ぶっちゃけたところ。まあね、そうだって今じゃもうスタディサプリとかで超有名講師の動画が月額980円で見れる、うんうん、つまるところ、それがじゃあ見れてるんだったら、それ見た人全員東大受かってるんですかって話なんですよ。受かってないもんね。誰も受かってない。そうだ。なるほどね。だから、結局、自立支援をする。なるほどね。自動的になってるからじゃない。やっぱり、見て満足になっちゃうから、どうしても人って。はい。だから、それを解決したいんでしょ、なんかみたいなこと書いてる。その通りでございます。能動的にするということですね。そうなんですよ。伸びる生徒と伸びない生徒の最大の違いは、受験に対して能動的である、まともな的であるかの一点です。はい、ね、本当そう、そこに それにたどり着くまで、高3ぐらいで気づく。芸術であっても筋トレであっても何でもそうだよね、これは、ね。そうなんです。そして。別に伸びる生徒、伸びない生徒、何が伸びる、伸びないって、それだけなんですよ。何でもいいんですよ。伸びるか伸びないかは自分から意欲的にやるかどうかですね。でもさ、この、私もすごいそう思うの。同意、超同意なんですけど、うん、子供の頃の学習の仕方で、逆に潰れちゃうんじゃないかなってすごい思うの。さっきも出てきた話なんですけどね。
それどうなの？そういうことない。もちろんそうあると思います。例えばどういう時にダメになっちゃうかっていうと、例えばはい、じゃあプリントをね10枚やりました、うん、でママプリントやったよって店に行ったらバンって答えてバシンってやって、お前10枚ぐらいで店に来てんじゃねえよこのボケって言われてす絶対二度とやりたくないもうやんねえよってなるね。わかります。えってなりますよね。せっかく自分が頑張ってやってママに自慢しようと思ったのに確かにね打ち切られたっていうのが脳裏に残るわけですよ、うん、そこで10枚持ってきた、あ、10枚できたんだすごいね、100枚やれって言ったんだけどな、でもまず10枚ができたんだね、よく頑張ったね、けどまだもうちょっと時間あるからもう10枚やってみようかっていうのと全然違いますよね。なるほどね。そしたら、あ、ママ見てくれた、認めてくれた、うん、で10枚しかできなかったんですよ、本当は100枚やるべき時間帯に自分しかできてないけれども、それを1回認めてくれて、まだ時間があるからもう10枚やろうかっていう風な形で促してあげるかで全然変わりますよね。そうですよね。そういう風な幼少期の冷たい対応を受けてる人っていうのは何かの心の引っかかりで能動的になれなくなってる可能性があるんです。なるほどね。例えば学校でライバルに、まあ、コテンパンに言われたとか、テストで負けちゃったとか、中学受験が失敗したっていうのも大きな要因ですね。結構頑張ったのに志望校行けなくて、それから親戚中からあの子はあそこに受かった子って、よく聞く話だね。そう、まあ、よくあるんですけど、あるある、っていうのがトラウマになってて前向きに勉強できないんですよ。だけどもそういう人がね、まあ要は大学受験になって塾とか来ると、うん、要は同じような経験をした人を講師につけたりとか、ああなるほどね、というふうにして、要は自分がどうやって克服してたかっていうのをまあ聞けるようにするわけですよ。なるほどなるほど。だからそういうのを合わせてあげないと、要は陰キャに陽キャ当てたって絶対うまくいかない。絶対うまくいかない俺はあんたみたいになりたくないとか、そう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 、そう、生まれたポテンシャルが違うとか性格が違うっていう人が言い訳できる方向に残しちゃいけないんですよ。言い訳できちゃうね。できちゃうんですよ、ね、要はあの人とは生まれが違うとか、例えば俺がそのすげえね、そのポンコツさん子にああだこうだ言ったって、いや細井先生は特別ですよってみんな言うんですよ。はいはいはい。いやでもそういう問題じゃないんですよ。なるほどね。だからそれはマッチングの要は祖母不具合が起きてるわけですよね。だからうちに来るとね、なんかみんなはその細井先生みたいな先生たちがみんなつくんですかって言われるんですけど、はいはいはい、いや違いますよ。でも陰キャの親は嫌だろうねきっとね。そうだけどあいつ行くのかな大事なのはその陰キャ陰キャでやったとしても、これ2人で陰キャだとどんどんズンズンいくんで、そうだからうちはチーム制なんで、その上にさらにプロコーチがつくんで、そこで陽キャで要は調和させるわけですよ。はいはい。要は陰だとしてもここは仲良くやってくればいいんですけど、やっぱり明るく引っ張ってくれる人っていうのが2人のために必要なんですね。太陽となる人が。なるほどね。待って待って、陰キャ陽キャって分けたけど、え、うちそういうの分かるの？でもそれは分かるでしょ。陰キャ陽キャはね、分かります。分かるんじゃない。まあ子供たちは分かんないけど、陽キャ、どういう陽キャでしょこれは。だからネポジかネネがかっ、ネネがネポジです。え、マジポジティブじゃないですか。結構陰キャなんだけど。結構楽しそうに来たじゃないですか、ね、自分分析では陰キャなんだけど。いやだから自分大好きって言ってる時点で、あの陽キャなんですよ。陰キャの人多分家から出ないからマジで YouTube なんかやろうとしない今日は38から急にそう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 。陽キャじゃないですか。どういうの？陽キャじゃないですか。ラテン系じゃないですか。ラテン系だってなんか今日の音楽を奏でるのが好きですとか言ってましたからね。あれね、音楽を聴いたり奏でるのが好きです。奏でるって言った人初めて聞きましたね。結構音楽いいからそうそう昔はバンドやったしギターもやるし、今でもね、ギターもたくさん持ってる。かっこいい。サンキューありがとう。あ、なんかボイトリ言ってるからちょっとセッションいそんだそうなん、ちょっとどうしようかな。それは今度のきっかけにしましょう。それははい、今日最後ね、一曲あるんですよ。はいよ。いや、そのさっきのその、あれだね、子供の頃だからそのトラウマがみたいな話はなるほどなって感じだよね。いや、みんな絶対そうですよね。みんなそういうのがあるから、その自分の中のその枷が取れないっていうか。私もトラウマあるんですけど、あの、どんどん大人になってから。いや、それトラウマじゃないんで大丈夫です。え精神的に成長してからのトラウマは、まあ、どういってもなるんで。やっぱ子供の時のやっぱその深く切り刻まれたトラウマみたいのがすごいやっぱ大きいですよね。なんでかっていうと、その大人っていうのはその一応理性でガードできるんですよ、ある程度ね。例えばそのまあコメントでね、死ねとか言われたとしても、まあみたいなって思うじゃないですか。けど子供は本当に刺さっちゃう。コメントなんてそこまでトラウマになんねえから。でしょ、なんないでしょ。けど子供がもし家のね、自分の例えば下駄箱に死ねって紙書かれて、それはトラウマになる。トラウマになりますよね。それは俺らが死ねって書いてあったら、どれで入れてんのみたいな。子供はそうじゃないんで。そうね。そう、だからその幼少期の育て方すごい大事で。成人した後のトラウマっていうか失敗的な体験っていうのはどういうふうな感じなの？いや、まあだからそれは取り戻せるんですよ。
取れますよね。要は何かの成功、他の成功で取って変えられるものなんですけど、だからその子供の時に染みついたそのトラウマほどその解除するのにすごい時間がかかりますよっていう感じですね。子供の頃の負け犬根性みたいなのって絶対残るもんね、多分ね。まあそうですよね。嫌な思いとかね、確かに確かに。いや、あの医局長時代とかにさ、若い子たちに指導しててもそうなのよ、やっぱり手術でね、能動的なこと、自動的なこと言えるんだよ、やっぱりね。そうそうそう、医者になったりなってる人ってやっぱ本当になんかいい教育を受けて、まあそのまま医学部とりあえず入りました。まあそのね、一般論的にはね、一般論的にはやっぱ多いっちゃ多いじゃん、うん、そういう層が。私の友達もいっぱいいるし、はいはい、やっぱ何でもやってもらえるって聞いたら教えてもらえるみたいな。あ、そういう子もいる。環境は誰でも用意してくれるみたいな人がやっぱ一部なんかまあやや多い。少なくとも高校時代のイメージはそんな感じ。わかりますよ。だからあぐらかいて待ってる子たちもいるし、ね、自分の番が待ってくるので、そういう子たちには残念ながら順番回ってこないんですよね。そういうもんですよ。私美容外科医なんかになっちゃうと思う。なんか割と美容外科医って大学病院以上にも実力主義の上に人気商売だから、そうそう、うん、もう座って待ってるだけじゃ患者さんなんか絶対来ませんからね。えぐい業界ですよ、ここは。ね、ほんとほんと。まあえぐいって言っても実はまあ世の中的にはこれが普通、まあ本当はそうかもしれない、うん、例えばどんな、まあ、ホストさんもキャバクラさんもそうですし普通に例えばお店レストランとかもそうですし、まあ、車の営業さんもそうだね。そうです、うん、だからみんな要は頑張ってお客さんと連絡を取ってまた買ってもらったりとか次につなげたいって、それが医者だけないんですよ。そう、ね、保険っていう、こうしょうもない、まあしょうもないじゃないけど、ね、素晴らしくしょうもないシステムに守られちゃってるんで、だから俺らは楽をできちゃう。つまり座ってれば患者さんが来る、うん、なんだって国が 70% オフっていう割引の札を出してくれてる。そうなのよ、税金で払いますよって、ね、そうだけども美容外科っていうのはそこから出て 100% 自分で払ってもらう分、その分国には守られないっていう、まあ、ビジネスなんですよね。だからまあ普通なんですけどね、この例えばやってることを、ね、物を売ったりするということね。広告を出すとかって、うん、医者じゃ考えられないですか、基本的に、うん、ね、眼検で乳房再建やってますみたいなね、そんななんかインスタグラムに広告出すとかありえないじゃないですか、ね、それはだってもう周りの病院から紹介で来るわけですから、うん、だからその狭い世界でもビジネス、うん、だけどもここ で俺らが包茎をやってることって俺らを発信しないと誰も知らないからね、うん、そうだからそれが本来のビジネスの形、そうそうなんだよね。じゃあ僕は今からメディケートミーティングに行ってきます。あ、もうこんな時間？じゃあ続きがない。お疲れでした。それでは、いっぱい。バイバイ。